マスター、マスター。お疲れ様です。本日は何やらお忙しくされていらっしゃるご様子。そのようにマスターの元気なお顔を見るとなんだか私も楽しくなってきてしまいます。普段であれば日々マスターは戦っておられます。私には想像することしかできませんが、決して安楽な童貞ではないでしょう。過酷な戦いであるかと。ですので少し案じておりました。息抜きもなく戦い続けてしまってはお体に触るのではと。でも今日のマスターといったら、戦いの気配とは異なって、しかし全身には気力が満ちて実に楽しげな様子ではありませんか。私嬉しくて仕方ありません。こんなマスターの姿を目にできるだなんて。というわけで、忙しく何かにふけっておられるマスターへの応援にこちらをどうぞ。はい、バレンタイン？何です？それなのですね。そうとは知らず、私ったらお恥ずかしい。あは、お恥ずかしい、なんてこと。いえいえ、もちろんそういうお話であれば構いません。郷に行っては郷に従いましょう。ええとも、日々の感謝はもちろん込めております。バレンタインの贈り物ということでお受け取りください。あ、そうだ、そういうお話なのでしたら、気になる娘さんからはちゃんとチョコレートを送っていただけましたか。色恋沙汰は得意ではありませんが、こう相談にはいつでも乗りますので。ええ、何でもお話ししてくださいませ、マスター。